空港の案内所で頭を抱える外国人男性。夕方の便で香港から福岡空港に到着したところです。タクシーで広島まで行けないかな。タクシー？広島まで？それがクレイジーなことは分かってるよ。男性は娘のために一刻も早くおよそ300キロ離れた広島県の呉まで行きたいと訴えます。10万円ほどかかりますよ。10万円タクシーは忘れよう。地図を見てある程度の出費は覚悟していましたが、10万円かかると聞き頭を抱えます。そこで案内所では最も早い手段として博多から新幹線で広島まで行き、そこからタクシーを使うことを提案。どうですか？ああ、よくわかったよ。それで行こう。ありがとう。すぐに博多駅に向かうという男性。一体何があったのでしょうか？娘が2週間前日本に来たんだが、クレに大切なノートを忘れたんだ。娘が仕事で使うノートを日本に忘れてきたことが分かり、急遽父親が探すために来日したというのです。バイ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 。さまざまな事情を抱え日本に来る外国人。外国人宿泊者数が東京、大阪、京都、北海道に次ぐ全国5位の福岡県。なぜ外国人観光客は福岡に？屋台最高！屋台最高！さらに外国人に人気の意外な穴場スポットとは？福岡空港国際線ターミナル。到着ロビーにある案内所には1日におよそ500人の外国人観光客が訪れます。一体なぜ福岡に？食べ物は外せないね。食べ物は大事。皆さん豚骨ラーメンやもつ鍋など福岡のグルメを楽しみにしていますが、その中でも川沿いに並んでいるでしょ。僕らは屋台に行くために来たんだ。博多の屋台は今や海外でも知られる存在。そのため6月からは屋台コンシェルジュという専門の相談係も登場。こちらアイルランドから来た4人家族も、はい、屋台に行きたいんだけど。たくさん屋台があるのですが、おすすめはここです。今夜屋台に行くのですか？ああ、一度行きたかったんだ。日本は初めてだからワクワクするね。博多にはおよそ100軒の屋台があり、中洲、天神、長浜の三大屋台街があります。川沿いの中洲エリアは博多屋台の代名詞。多くの観光客や外国人であふれます。天神エリアは町の中心に。そして長浜エリアは地元の人も多く、ローカル食が豊かなのが特徴です。わあ、ここね。なんか市場みたいだ。はい。アイルランドから来た家族、地元の雰囲気を感じたいとやってきたのは長浜の屋台街。明太子料理専門など個性派屋台が並ぶのも人気の秘密です。英語のメニューをチェックすると、どれも変わった食べ物ね。鶏の首の肉だって。とてもいいね。
観光地じゃなくて地元を感じられていいわ。飲み物が届いたところで。さらに。はじめまして。お客さん同士の交流は屋台の醍醐味。これは何？何を食べてるの？タケノコメンマって。ああ、タケノコか。一つください。屋台グルメ一つ目はメンマの炒め物。はい、フライバンブー。バンブー。I think it's gonna be chewy.これ美味しいわよ。この屋台、チーズや野菜を使った創作メニューが人気。その中でも一番人気だというのがこちらのレタスの豚肉巻き。 Hey, this number one メニュー、レタスロール。おしゃれな盛り付けに思わず写真を。そしてお父さんが一口。チェフ。そして親子が最も楽しみにしていたのが、そう、ラーメン。屋台では焼きラーメンが定番です。最高だね。とても美味しいよ。豚肉がとてもいい味だね。最高の体験だったわ。彼は面白いし、食べ物も良かったわ。屋台最高。福岡といえば屋台以外にも太宰府天満宮や門司港などが人気ですが、今外国人に人気の穴場スポットというのが、糸島ですとか、小郡のカエル寺ですとか。町から少し離れると自然豊かなのも福岡の魅力。今外国人に人気だというのが糸島。博多から車でおよそ1時間、桜井二見ヶ浦の夫婦岩などが定番ですが、糸島の中でも外国人に穴場として人気なのが、自然の中である体験ができるスポット。こちらはフランスから来た家族。その先には白糸の滝。落差24メートル、壮大な眺めです。涼しくていいね。客の多くが外国人ですが、実は人気の秘密は滝の他にもう一つありました。ほら、撮ってごらん。日本の夏の風物詩、流しそうめん。未知の体験に大喜びです。パリにはたくさんのレストランがあるけど、こんな店はないよ。とてもユニークな文化だね。九州ですべきことを検索したら、この流しそうめんが出てきたから来たのよ。海外の SNS では、竹の滑り台から流れてくるそうめんを食べるのがかなりおすすめとも。発祥は九州といわれる流しそうめん。日本の文化体験としても外国人に人気です。とても楽しいよ。外国人に人気の穴場スポット、特に今おすすめというのが小郡市のカエル寺。如意輪寺の境内には1万個以上のカエルの石像や置物があり、別名カエル寺。さらに夏のこの時期には、願い事が書かれた
涼しげな風鈴がおよそ5000個も。 SNS を見て来たというイタリア人女性は、重なり合う風鈴の音に癒されるわね。イタリアとは全然違う。本当にアメージングな場所だわ。台湾から来た親子は想像以上のカエルにびっくり。最初は数匹のカエルがいるくらいだろうと思ったら、たくさんの種類のカエルがいたのでとても驚いたわ。海外でもカエルは金運が上がり幸せを呼ぶ縁起物だといい、この寺はパワースポットとしても人気です。かなりクールな場所。カエルのお寺なんて初めて。中でも一番気に入ったカエルは、シャボン玉が出てくるカエルが面白かったわ。なんと口からシャボン玉が出てくるカエルまで。九州の玄関口、福岡空港。熊本に行って高千穂を見て、阿蘇山にも。福岡を拠点に九州各地に向かう人も多くいます。案内所にやってきたアメリカ人カップルも、バスはどこ、砂の先ですね。長崎の方はビバス。長崎に行くと言いますが、実は観光ですか、サイトシーン。ハネムーンです。ハネムーン、いいですね。我々は2人の長崎へのハネムーンに同行。綺麗な街だね。2人はなぜ日本長崎で新婚旅行を。そこで見た光景とは。Oh my God. とっても美しい。わお。福岡空港で出会ったアメリカ人のカップル。ハネムーンです。ハネムーン、いいですね。なぜハネムーンを長崎で。私たちは長崎のクリスチャンの歴史に興味があるの。大学で日本語と宗教を学んだから、その両方を合わせたのが今回のハネムーンね。坂の町長崎、平和公園やグラバー園などがあり、異国情緒もある外国人に人気の町です。綺麗な町だね。そうね。急な坂道を登り、絶景のスポットへ。完璧だ。とても静かで平和的だわ。続いて2人がやってきたのは、見て、教会だよ。とっても美しいわ。そこは世界文化遺産にもなっている大浦天主堂。大好きな日本とキリスト教文化が融合した長崎は、二人にとって理想の新婚旅行先だったのです。一体なぜそこまで日本が好きなのでしょうか。実は妻のアイモニーさん、高校時代栃木でホームステイを。ホームステイで蕎麦打ち体験など日本文化に感銘を受け、大学では日本語を専攻するほど日本好きに。失礼します。OK、OK。バイバイ。その後、長崎で最も訪れたかったという場所へ。市内の小高い丘を登った先にあるカトリック本郷地教会。コルベ神父は西洋でよく知られる人物で、6年間ここに住んでたの。その神父は長崎での布教後、アウシュビッツ収容所で身代わりとなり死を選んだ愛の殉教者として世界的に知られる聖人だといいます。二人は教会で祈りを捧げます。結婚という節目に大好きな日本に来た夫婦。念願の長崎に来られて本当に良かったわ。